こんにちは。お天気をお伝えします。こちらは今の札幌の様子です。多少雲が見られますが、日差しがたっぷりと届いています。札幌は午後も穏やかな天気が続きそうです。変わって今の留萌はどうでしょうか。こちらは先ほどから雨がぱらつき始めました。では午後の天気と気温です。午後も広く晴れる見込みですが、留萌など東北では夕方頃までにわか雨の可能性があります。洗濯物が濡れてしまわないように雲行きの変化にお気をつけください。最高気温は昨日と同じくらいか少し高いでしょう。札幌では19度と日差しの下では過ごしやすいですが、日陰や風が吹くとひんやり感じられそうです。週末も穏やかな天気は続くのでしょうか。この先の天気を詳しくお伝えします。こちらは土曜日から月曜日までの予想天気図です。土曜日は高気圧にすっぽりと覆われて、道内全域で安定した晴れの天気となりそうです。日曜日は大陸に前線が見られます。道内はゆっくりと天気は下り坂です。日中は天気の大きな崩れはなさそうですが、風が強まってきそうなんですね。そして月曜日になると道内を前線が通過するでしょう。雨や風が強まる見込みです。荒れた天気になる恐れもあります。屋外での風で飛ばされやすいものなどは日曜日のうちに片付けておくと良さそうです。変わって今の函館です。こちらも青空が見えて穏やかな空が広がっています。では週間天気です。月曜日は雨や風が強まりますので、風の通しにくいレインコートなどが役立ちそうです。この雨は冷たい空気をもたらします。火曜日から木曜日は晴れ間が出ますが、空気はひんやりしそうです。来週は札幌の最高気温20度に届かないでしょう。